さん、おはようございます。おはよう名人会の時間です。今日は三遊亭圓生さんのメカ馬をお送りします。めかけの馬と書いてメカ馬と読ませる。この話、八五郎の出世という題名が使われることもあるのです。とにかく圓生さんのお得意とする話ですが、殿様と職人、その身分立場の全く違った人物をそれぞれはっきり描いたその話芸は、圓生さんならではのメカ馬と言ってもいいでしょう。それでは圓生さんのメカ馬、お楽しみいただきましょう。私はこの死の交渉なんというやかましいことを申します。まあ人間にはこのいろいろに身分が分かれておりますが、中でお大名などという特権階級がありまして、殿様というものは無理なことをおっしゃっても家来がそれを通したという、まあ今から思うとまるで嘘のような話でございますが、まあそういう殿様などになりますと苦労というものがないかというと、やはりそうもいきませんで、まあどんな偉い方でも人間には必ずこのに苦労というものがありまして、ご本妻にお子様がないと家の血統が絶えるなんと言いまして、昔はこの血統血統といって大変大事にしたもので、血統がないから毛布で間に合わせるなんてわけにいきませんので、そこでまあ下玉で申しますと、おめかけでございますが、お大名はお部屋様と申し上げて、まあ白ったく言えばこれは種取りなんでございますけど、まあ子供さえできればいいというんだから、ただもう丈夫意識で顔の裏表なんぞはどうでもよかろうと思うが、そうもいきませんで、いろいろご覧に入れてもなかなか殿様がうんとおっしゃいません。そのうちご長家をお通りになりまして、お籠の中でお目についた夫人があって、あれならばとおっしゃる。でこれから先方へ話をする支度金が下りてご奉公、もちろんご器量好みでございますから殿様のお手がつきます。つき満ちて産み落としたのが玉のようなご男子ご師匠ご世取りを設けたというので、これはもうお喜びは人形でございませんで、今まではおつるさんという名前を呼ばれたのが、にわかにおつるの方様お部屋様というお上通りの扱いになりまして、でこうなるとまたこのおつるちゃんが利口でございますけれ、殿様へいろいろおねだりなどをいたしました。御前私に一人のがさつな兄がござりまして、ご感化の折お目見えなりた兄に仰せつけを願いとお存じます。御前ようご前ようご前なんてんでね、だだっこがお腹を減らしたように御前御前と来たんで、女の子の鼻声はまたいいもんでね、ちょいと何と言われるとね、大抵なことは許可になるて言いますが、もっともこれは少し軽るからいい、七分三分に言おうちょいとなんてと色気があるが、あんまりかかってもいけない、みんなんなんやなんてんで丸っきり鼻にかかるようになっちゃいけない。惚れた女の言うことで決して嫌とはおっしゃいません。早速鶴の兄を呼べというわけで、これから家主の方へ使いが来る。間に入って毎度迷惑をするのが大家さんてえやつで、しょうがねえ、こんな手数のかかるやつはないな、どうも墓場の履きよう分かっててやるぜな、どうだからお前なんなんざ早く頭がはげちまうんだよ。墓場の履きようなんざ心得てるよ。こないだ寄席行ったら話し家がそう言ってましたね。墓場てえものは片っぽのね穴に両方の足を突っ込んで、片っぽはしょんべんをするのに取っとくんだなんて、もうもう何をしてんだ、用事って自分の面だな、俺来ちまうもん。バカなことを言うね、わらじじゃない、それ切れるもんじゃない、後ろに、ま、回して結ぶんだよ。
後ろで結ぶのがいいこれ。するし手数のかかるもん解いて結んで結んで解いて今度は結べば駒結びしてやる。いや変なものはできないんでね。侍の子はお腹が空いてもひもじゅう泣いて選抜がいやる。ひもじゅうねえはずだ。へその蓋ができてやるんだよ。あべこべに入っちまやがる。へその蓋じゃねえ腰板だ。後ろへ行くんだ。後ろ行くのかいこりゃ。あっそう。あっしはへその蓋だと思った。え後ろ行きゃへの戸だねこれ。なんだいへの戸てえのは。そのまんま回そうったって回りゃしないやだ。もう手数のかかる男で、まあまあまあいい、羽織を着たらなるべく紐は元を結ぶようにしね。おばあさん見てやんな。孫にも衣装どうやら形がついた。よしよし男は文服が一番いい。生涯にそういうなりを一度すればまたすることがある。近々にまたどうしてもしなくちゃなるねえと思う。近々に何かあるね。お前の弔いがあるだろうと思って。この野郎どうしてとろくなことは言わねえの。こういう方はね言い当てるから。何を言いやがる。言い当てられてたまるか。冗談じゃねえ。さあ無駄口を聞いてねえで早く行ってこい。おいおいおい待ちだ待ちだ。向こう行ったら何だい。言葉を丁寧にしない。大丈夫だよ。いいやん目にやっつけるやん。なんだいやっつけるてえの。大丈夫だってんだよ。向こうにぶつかるやん。いいやん目にぶっくらせならね。どうしててめえはそう存ぜえな。ぶっくらわせるときやん。やっつけるぶっくらわせるなんてこの言葉を使っちゃならねえ。いや口を聞けねえじゃん。ものの頭いはおの字をつけて後に立てまつるという自然に丁寧になる。おおなるほど。上へおの字をつけて下に立てまつるってやつだ。ああ追っ立てまつる。なんだよ追っ立てまつる。先ほどお招きに預かりました大工八五郎でございます。よろしくお城敷へご案内を願い上げたて。ああ分かってるよ。じゃあいつくれってやな。ありがてえありがてえ。どなんだかんだてえがうちの家主は世話好きだからね。人間は運が天にあり。ボタボチャ棚だなんてやれ。運転ボタタナとこなくちゃしゃあねえや。どうな何のかんのと来ちゃった。大きなもんだねこれ。え真っ赤な御門だから赤い御門の神様だってや。門番なんてはないくらもらうか知らねえけど。やかましい面してやね。じゃじゃあね、ちょいとこれ、これ、これ、これ。待て、待て、待て。いずり言っておる。え？いずり通るけ。向こうへ通るけ。おてめえは何け？人間。それは分かっておる。何を終わってめえったものであるかとよ。妹は屋敷奉公してるんだ。おつるってのはね。えおつる。おつる知らないのかよ。おつるをよ殿様のメカちゃんだよ。殿様のメカちゃん。じれってわからねえが歴だよ。今度は妹はねハラミのね飛び出したんだ。これはこれはお部屋様のおわにご様で。それなんでかね。おわにご様でね今日来てくれてんでやってきました。なんですか。へえ手ますかね。それならばかねてお上からお達しのあることでどうぞお通りを。あらなんですか。どっち行ったっけ。ほらなんて言ったっけな。お風呂敷ってな。えお風呂敷。お風呂敷当屋敷にお風呂敷はねえがお城式であるで。そんな式だと思ったの。お城式は御門を入ったならば左へ行く。え左へ。柳の馬場という柳の木がある。えその下に井戸がある。そこからお化けが出る。俺も言うとシャレのわからねえ野郎だにし柳の木があって井戸があるってからお化けが出そうじゃねえ。怒ってやるし。ああなるほど柳の木には井戸がある。こうだなお城敷ってんの。こんにちは。おう。なんだ今日は留守かよ。下駄取られるぞ開けっぱなしじゃ。おい。おい。うん。お、お鶴の兄に、ね、橋を乗ってんね。
殿さん相手ってんでやってきました。次はね、ちょいと親分にそう言ってくれない。親分、お部屋様のお兄御様でございますと。これはこれは、ただいま重役へ申し上げる間、暫時それにお仕えのほどお願いいたい。何を願う。いや、ただいま取り次ぐ間、暫時それに仕えろ。暫時仕えろ。いや、これで仕えるになったらよわすかねえ。おいおい、あんちゃん、おい早くしろよ。いや、いや、しなんてもな、めんどくせえことばかり言ってやがらな。な、何も紙紐をつけてることはねえや。さっさと出てきやがるかい。知りっぱないぞ、ねえちゃん。じゃあ、お前なんですか。殿様が、え、殿様ですか。手前は当家の用人、田中三太夫と申するものであるが、ただいま御前へ申し上げたるところ、早速お目通りがかなうという、まことにありがてえことである。身が知りへくっつきなさい。身が知りへくっつく。お前らの知り食いつく。何をたわけたことを。知りへ食いつくやつがある。身が後からついてくるであるという。怒ったでしょうね。ついていくって言えばいいやね。食いつくっていいからわからねえやね。おー、なるほど、庭でんねから。大きな庭だねえな。こんなにでかかったりな、掃除は大変だねえからな。座敷の窓は随分ありますな。家賃も安くねえんでしょねえから。この廊下を右へ曲がる。え、お廊下を左へ曲がる。また右へ曲がる。こっちゃへ曲がる。こっちゃへ曲がる。またこっちゃへ。ふるどろいてる。もうってばかりやろ。おいちょいと、おいちょいと、おいもうちょっと待っとくれよ。おい、ほんまに曲がったじゃん。経理に道上がらねえ。ほんまに曲がるのかで、俺ションペン引っ掛けつくれ。体勢を発してはならん。御前間近である。え、御前間近である。どたまお先。どたま。え、何を。わからんやつに。どたま。どたま。何をするんだよ。頭って言えばいいじゃねえかな。どたまどたまって言うから、わからねえから、こっちは面食らっちまう。大丈夫だってんだよ。うるせえな。どこんとばかり言ってんやろ。どなんでそのしーってる。赤ん坊はしょんべんしてんのかい。ご質座である。恐れながら申し上げます。お鶴の方の大兄御八五郎、これに仕えましてござります。おお、鶴の兄八五郎とはその方である。世は赤い御門の神である。この度鶴が何し失笑をいたし、世が世継ぎである。この方は満足にあるが、そちはどうじゃ。これ鶴が何し失笑をいたした。これ。三太夫、彼は推しであるが、即答即答をぶて。え、即答をぶて。ぶて？ぶつんですか？早くぶて、早くぶて。本当にぶつよ。俺いいんですかい。ぶって、これこれ、いかがいたした。すいません、わしは悪いと思ったんだ。この人はそっぽぶて、そっぽぶてってますからね。 なんだか変だから、いいのかいいのかっていくでもねえ思したんだ。でこの人はじれったがって、早くぶて早くぶてって。表面がやろう、張り倒したんだよ。即答をいたせと、そっぽを打てと間違い。
三代間違い許せ使わせ。お答えを申し上げるじゃ。何か言うんですか。はっきりそういやいいじゃねえな、そっぽぶてそっぽぶてってから。どうすいません、意図がしたら勘弁してもらえない。じゃあ いいのかい、何か時間に行って。え、大丈夫かよ。こんにちは。これこれ、挨拶もせんでもよい。おこんちは。いよお安兵衛様でお天気様でござり、立てまつりましてございます。誠に、私様はお八五郎様で。自分家様をつけるやつがある。妹様のお鶴郎様が砂利が飛び出し立てまつりまして、誠にめでたく候おかしく、強行金言お祈り様で。何を申しておるか、彼の言うことは世にはようわからん。おめえの言うことが殿様よお分かりかね。なんだ、え、わからねえってのかい。向こうで当たり前だよ、自分で喋ってせめえでわからねえんだ。その方はがさつ者と聞きを呼んでおる。世の前に入れた時は言葉を丁寧にいたせなぞと申し使ってまいったのか。今日は無礼講である。その方の法友に申すごとく遠慮のお申してよい。許す、無礼講じゃ。へえ、ありがてえことである、ありがてえことである。お前さん一人でさっきからありがてえありがてえってけど、何がありがてえんだ。こっちは訳がわからない。あのな、何、え、なんだよ法友ってな。え、友達にしゃべるようにざっくばらんにやれって誰が。父さんがそう言ってんのかよ。苦労人だね。どうも驚いた。やっしゃ、まるで初めてだよ。こんな窮屈な小思いをしてさっきから座ってるんだ。もうしびれが切られちまうし、どうにもやりきれねえ。もうまっぴらごめんね。おむらをかくやつがある。三太夫司会通れ。実はね、父さんの命でやっしゃ驚いたよ。博打ですっかりもこっちはお手上がりになっちゃって、かっぱいる二階でくすぶってたんだよね。と家主から向けが来やってね、早く屋敷行け行けってやんの。これ何だって聞いたら、おつるのあまっちゃんがガキを知り出した。三太夫司会通れ。それからまあこっちはね、屋敷行くたって着物がねえしさ、しりきり番店じゃいけねえってやん。じゃあどうすりゃいいったらね、家主はしゃあねえから俺のを貸してやるから来ていけってやって、上から下までね、そっくり借り物なのね。おうもね、しゃあねえんだ、ふんどしまで借りてきちゃってね。てめえのものは何にもねえんだ、だらしゃねえやね。だから屋敷行きゃどうかなるかったらね、しびよく行きゃレゴだって。レゴだって日本に病出されたから二貫くれるのか言ったら、そうじゃねえってんだ、レギャーって侍だってんだよね。だから侍にならなきゃどうするんだったら、まあ重黒く頂戴ぐれはあるだろうって言うからね、重黒くてえのは何だったら銭をくれるんだって。いくらよこすったら、まあいくらしみったらでも五十両ぐれ。これこれ、三太夫司会通れ。お前んとこの番さんかいかな、このさんちゃんってのかな。だから知らねえ、うるせえじじいだねえかな。何か言うたんびに人のケツつつきやがってね、わけのわからねえことここでパー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 言ってやん。よくこんなくだらねえもの買っとくんだよね。買っておくとは面白いことを申すやつ。そちは笹は食べるか、んどうじゃ。せっかくだ、よしやしやだよ。まじゃねえからね、笹パク言わねえ。いや、笹と申す酒である。え、酒、ありがてえねえだ。酒なら浴びる。浴びる、ん、全部を使わせ、金でご用意ができておりますので、お女中が目八分にも。それすーっと、お、ねえどうも、おやおやおや、大変なごちそうだねえから、どうすいませんね、まあ、どうも賛成かけちゃってから悪いよ、うん、もうどくんのかい。もういいよ、おいちょいと、おい、あと断ったから、ねえ、どうも、あと止めたくんない。
親父な、いや、こんなにこの食い物ばかりコテコテ持ってきたって食い切れやにね、無駄だからね。おたげにもギリバリっこはよしにしようじゃねえ。こうやって大きな野亭骨はしょってるがやっぱり懐は苦しいんだろう。三代を仕返とおれ、尺を捨て使わせ。どうすいませんね、こんな。え、なんだよ、おばあさんお尺すいませんね、ばあさんに尺ぜ。え、なんでばあさんと言っちゃいけねえ、なんて。え、ご老女、ご老女ってのかい、この人。ご老女だってやっぱりババアじゃねえ。すいませんね、うん、尺の仕方は慣れてうまいね、ばあちゃんだじゃあ、どうな、いただきな。ええ、杯ってのかい、こんなもんで飲んだことはねえよ、こっちは。どいい酒だねえの。普段やってんすかい、これ。え、口は思ってんねえど安くねえだろうね、この酒じゃ。これですか、一応どのぐらいと。これ月っ腹のところに大杯で立て続けに五六杯煽ったから、やっこさんすっかりいい心持ち。どうな。すまんね、こんなどうも今日はごちになっちゃってね。本当のこと言うと俺はね、今日は来るのよそうと思ったんだよ。何にしろ銭は100もねえしさね、手ぶらで行っちゃ薄みとねえから、つくだいでも買ってかなくちゃ悪いっつ言ったんだけどね、家主はそんなもんないいんだから行ってこい行ってこいってやってな。決まりやりやれ、こっちだとまだ野面で来ちゃっちゃうね。まあしかし殿様なんざいい身分だよね、ほんとだよ。めえ酒飲んでめえものを食ってだよね、こんな綺麗な女をコテコテなる。おう、おつるじゃねえか。なんでし、つるっぺじゃねえ。笑ってやる、バカ。そこにいたんならなんとか言えんしょ。てめえ黙ってやったから、道にいちゃったから。なんだ、その強引なものを着てやん。なんだ、そのピカピカ光ってんだ。岡村の衣装かな。おめえ、子供を産んだっていいじゃねえ。え、落ちちゃってるかい。そうか。おふくろは喜んでただよ。ああ、長屋で踊って歩いてやんの。ああ、初孫だ、初孫だってやってな。お鶴が産んだんだから、どんな可愛い子ができたんだが、俺がそばにいりゃ、もりもしてやるし、おしめなんざ、みんなおいらが洗ってやりてんだけど、相手はお大名じゃ、俺は子供の顔も見られねえ。身分の違うのは情けねえもんだなんてやってな。ババアベゾベゾ泣いてやんのよ。俺も見ていてなんだ、ばあさん、ばあさんかわいそうになっちゃってな。どうな。すみませんね、やつを一つ可愛がってやってくれないな。ね、本当に頼むよ。あしはね、こんなだらしがねえけど、あいつは親孝行で気立てのいい女ですから、どうか一つ末永く面倒見てやってくれないね。おう、おめえもなんだぞ、殿様大事にしろ、しくじるなよ。笑いごっちゃねえ、本当だぜ。子供を産んだなんてんで大きな面を捨て人に憎まれちゃ損だからな。何でもまあ女性なくして殿さん大事にしてうまくやってくれ。おふくらそう言ってやって。俺はな、屋敷は出られねえから、兄貴はどんな様子かおつるのをよく見て俺に話をしてくれってやってな。ああ、
どうなんだだよ、うち行けってすいってやるよ。おっか喜びねえ。どうも俺肝をつぶしたで、竜王の落とし穴みてえだったでったら、ばばあまた喜んで泣きやがんだろうと思ってな。えお前はそんな立派になってくれ。ああ俺も本当にありがてえと。酒が少し湿っぽくなってきやったから。どうな気があるら一つ歌で歌うかね。何か沈下があるかどうじゃ。変なこと言っちゃいけない。珍しい歌なんでんな。おつなもなは知らねえが、なんでんね、どどいつなんてないいのがね、三日月は痩せるはずだよ、ありゃやみ上がり、それに逆らうホトトギスなんてね。この酒を止めちゃ嫌だよ、酔わしておくれ、まさかシラフじゃ言いにくいなんてね。おおさようか。これ驚いた。ドドイツを聞いてさようか買ってきた日にはあとは出てこねえな。ほらドドイツはどう、悪縁か因果同士か仇の末がってね。それぬ人ほどなんでね。おーいつくらー、どうで殿公。なんだ殿公とは、三太夫しかいておれ。いや面白い、彼を借りて使わせ、八五郎が出世をするというおめでたいお話です。いかがでしたか。笑いの中にも久しぶりに対面できる妹への兄八五郎の情愛を演奏さんはうまく演じてくれます。